おはようございます。今日はですね、ツアー最終戦、最終戦じゃねえな、まあ一応その、あの、公式最終戦、実質最終戦、実質最終戦、実質の最終戦、カシオワールドオープンに来ております。練習ラウンドに。こんにちは。よーし、俺 YouTube っていうの俺だって先生だな。そうっすね、うん、韓国以来だもんね。バンク以来、花バンク以来、花バンク以来、半年ぶりの登場。そうそうそう、花バンク以来だ。そしていつもの僕でーす。ねえ、毎回。でも俺も久々だって。確かにそうっすね。ゾゾ以来撮ってないでしょ。もう全然撮ってない最近。ゾゾ以来の登場。やっぱね、こう疲れてくると最終戦ずっとあれじゃないですか、うん、まあ頭も回ってこないし、撮ろうっていうこの気に なんないですよね。気持ちがね。そう、いつもジンが、ね、自分で撮ってるからね。そう、もう俺のさじ加減であれですよ。更新率は俺のさじ加減ですよ。最近ってないもんね。ない、そうなんですよ。あとネタがない。もうネタがない。あ、わかった。今日ちょっと金谷くんの優勝についてぐらいちょっと語ります。語る、うん、いいですね。喋り、べしゃりで、べしゃり会、うん、べしゃり会。今日はもう技術会じゃない、べしゃり会。岡田くんだっけ。岡田くん、うん、スピンのかけ方が知りたいの、はい、スピンのかけ方ってどうやるんですか。あ、開いて、絶対開いて、うん、開いて、はい、開いて、でこの後ろ側を地面に当てるイメージ。でヘッドスピードは緩めずにやったら絶対手入る。はい、スピンかかんないの、かけれないの。岡田くんかけれないですね。あんまりかけるの苦手で。あ、そう、はい、絶対必要になってくる時あるもんね。はい、あとはね、やっぱちゃんとヘッドを走らすことだね。はい、まあヘッドスピードが絶対遅くなったらダメじゃないですか、うん、だからちょっと振り幅ちっちゃくしてピュッピュッってこう振るっていうのもいいよね。ね、緩まずに。緩まずに。ああ、はいはいはい。うん、まあこんなイメージ。ちょちょやってみてよ。ボールってちょっと後ろ目の方がいい。後ろ目ってどっち？こっち。いえ、左の方がいい。左の方がいい。右に打ったら全部抜ける、球が。あ、球は左寄りに置く。球は直感左寄り。うん、意味こんな感じ。あるんです。今ちょっと右にとこ滑ってんじゃん、球が。はい、カットに入ってるからそうなの。あ、カットに入れないで、はい、打ってくる。ああ、分かる。そう、こちらは球乗ってくから。ちょっと球包むイメージ。そうそうそう、やっぱカットに行くとやっぱ落ちてから落下地点からこう右にこう切れていくじゃないですか、ね。うん、ああ、まあまあそんな感じですね。イメージはね、ちょっと多分今岡田君のやつはヘッドスピードが結構遅いんよ。だからスピン入んないくて、はい、もうちょっと早め、こうヘッドスピード速くして、はい、もうちょっと球を飛ばない感覚をつかむと、もっとスピン入るよね。That's right. いや。うん。うん、でもそれ以上は、もう感覚だからもう教えられないじゃん。打ち方としてはこんな感じ。ね。打ち方教えられるけどさ、それ以上は、練習してください。はい、ありがとうございます。プロさんが来た。こんなラインなる？こんなライン止まる？ああ、うまい。すごい。すごいですね。マジか。翔太君がアプローチで褒められてるから。いや、ほんと。いや、トラさんアプローチうまいじゃないですか。いや、そうよ。アプローチパターン。めちゃくちゃうまいよ。こう。おー、完璧です。
神様ね、神様。神様。これがアプローチの。そうかな。アプローチ下手くそ。俺だよお前。先輩。ん？2週前になるけど、金谷くん優勝しました。したね。すごいね。見た？見て、俺テレビ見てた、ずっと。帰りね。あの、うん、俺見れてなかったんですけど。見たっすか、翔太くん。翔太くん。見た？セールストークじゃなくて。本当に見た？何を？金谷くんの。見て、あと俺結構、あると思う。ケツから3つぐらい前と思う。見てはないっしょ。え？テレビだよ。テレビ見たって。見たよ、テレビ。本当？で、入った左から、ビューって言った。どこよ？最後？最後。そこしか見てないの？うん。それ、ツイッターかなんかで見たじゃん。俺、駐車場で見たのか。俺、13番ぐらい中継始まってるのが見つけた。で、バレた。一番上で。いや、俺さ、絶対、俺、いたもん。俺、あそこにいたもん。でしょ、だから、いたから見てないでしょって。俺はもう、トップスタートだったから、ほぼ。上がって。見た。じゃあ俺もさ、すごったよ。並んでたの見せてね。いやもうまあまあ、見たみたいな話はもういいから、ちょっと話進めよう。すごい。待って、俺じゃない。すごかったねって話ね。すごいよ。あのね。何がすごい？パタ。パタ？パッティングのやっぱ技術が高いね。俺一緒回ったことないんすけど、あるっすか？レンランで何回かある。飛ぶ？距離は俺、まあ俺よりか飛ぶな。翔太くん、あるっすか？回ったこと。飛ぶ？先輩より。俺、まあ、俺飛ばねえ。で、飛んで。考えてみてもさ、世界一位だからね。アマチュアででしょ。うん、世界一位だから。すごいよ。ただうまいわ。そりゃうまいわ。でも開き直っとるやん。世界一位だからね。まあね。そりゃうまいよね。ほんともう、松山の、あれだよ。秀樹の後を継いでる。ね。うん。なんか、こうやって見ると綺麗だな。すごいよ、カナヤくん。キャディ目線からどう？キャディ目線からカナヤくんの印象どうなの？マチュアが勝つのはやっぱすごくないですか？すごいよね。見てた？テレビ見てたことですけど。そういうとこだよ。なんで見てないの？そういうとこだと思うよ。うん、気をつけよう。なぜ人のゴルフを勉強しようとしないの？あ、そう、順番じゃん。何の話だったっけ。あ、カナヤくんね。カナヤくんってもうプロ転校すんのかな。あれどうなったの。え、プロ転校してないんだ。2年まで2年授業があるって。2年考えていいんすか。そう。だからってことは今何歳だっけ、あの子。大学3年生か。じゃあ卒業してすぐなるみたいな感じかな。卒業してもう1年あるでしょ。卒業してすぐシード選手、1年ある。いいね。最高の武器じゃん。いや、いいねってか、まあそれは松山がさ、松山が1年間待って大学卒業して転校して。松山大学中になったら来るの。え、大学中なったっけ。東北国知ってたじゃん。あ、そうだ。鶴谷とかね。もうプロなっちゃっていいんじゃないかなって思うっすけどね、金谷くん。そうだよね。稼げるじゃないですか、だって。もう一回食べたいじゃない。あれに。何に？マスターズに。プロになってでもいけるっしょ。まあ可能性は低くなるけどね。でもマスターズ行こうとなったら、来年のアジアまで勝って、次の年だから。あ、そっか。次の年もプロ転向していけないはずで。あ、そっか。あ、そうか。今年はだって2位だったでしょ。うん。そしたら来年のマスターズ出れるんですね。まだ考えてるんですかね、なるかならないか、プロに。じゃあもし自分が同じ立場だったらどうしますか。いや、なる。速攻なる。プロに。それはプロの世界を知ってしまったから。うん。やっぱり毎週ツアー来て。うん。ね、そう。楽しいもんね。そう。速攻なる。でもどうかな。でも金谷がさ、うん、プロ転向もしもすぐしてさ、まあ、稼げると思うけどさ、なんかわからないよね、なんかね。まあ、それはやってみないとわかんないけど、でもやっぱ世界ランアマランク1位になるぐらいの実力があるわけだから、うん。その、まあ、優勝できるか別として、シードは 100% 取れると思う。いや、それは余裕でしょ。
シードは余裕で取れます。分かんない分かんない分かんないよ。いやいや分かるっすよ。ね、絶対取れる。取ると思うけど。ね、分かんない、ね、分かんないらしいです。分かんないかな。いや分かるでしょ。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。